こんにちは、ケイドラです。今日は次の重心化予想をやっていこうと思います。今週のモンストニュースが2月10日の水曜日なので、重心化予想の動画もいつもより早く上げております。では前回までの振り返りなんですけども、今月は光と気が来ましたので、一応残り火と水と闇の可能性があります。まあでも共通点がなかなか見つからず、もちろんね、他にも細かいところを見ると全キャラ今年同シリーズのキャラは来てないとかもあるんですけども、それ言い出したらキャラがめちゃめちゃ多かったので、去年の2月と見比べてみました。そうすると、まあたまたまだと思うんですけども、少しだけ共通点がありまして、まずヘイメダルに関してなんですけども、マフージ EL を持ってるじゃないですか。マフージっていうのは魔族と魔人キラーなので、ダブルキラー EL をもらってます。で、去年の2月のキャラ見ると、カラミティゼーンがロボットキラー EL とアジンキラー EL をもらってるんですよね。その共通点があったのと、今月のもう一体パンタージーでございます。こちら属性キラーをもらってるんですけども、去年の2月も魅力が属性キラーをもらってますので、まあたまたまだと思うんですけども、ここで無理やり共通点をね叩き出したので、これを元に今回予想していこうかなと思います。ここ2年ね、2月はワルプルギス魅力とね、限定キャラの重心が続いてるんですけど、今年は僕はないんじゃないかなと思ってます。残された限定キャラたちが減ってきてるのはもちろんなんですけども、今月はね、その代わりにもののけ少女を出すんじゃないかなと思ってるんで、今年の2月はないんじゃないかなと予想します。ではまず火属性予想していくんですけども、今回はエリザベスを予想していきます。で、このエリザベスっていうのは去年のエメラルド枠にあるんじゃないかなと思ってるんですけども、エメラルドは魔王キラー M とトリプルアンチをもらってます。で、このキャラも神キラー M と超アンチダメージオールだったり超アンチウィンド、もう一個ぐらいアビリティが増えるか、まあ、状態上回復を継ぐかっていう感じなんですけども、そういう感じでエメラルドをオマージュしたキャラになるんじゃないかなと思っております。まあ、神キラーは結局どこ使えねんってなってくるかもしれないんですけども、まあないよりかはあった方がマシだと思いますので、最近使う場面もないんで、まあ、この辺で重心化してもいいんじゃないかなと思っております。まあ、今の時代やっぱり白爆発が優秀なんでね、時は来たんじゃないかなと考えてます。次、水属性の予想なんですけども、今回はピーチでいこうかなと思います。で、これは去年のベルスター枠なんですけども、ベルスターっていうものはもともと単純な神キラーだけだったんですけども、キラー L に変わりました。で、ティーチもこれ魔族キラー持ってるんですけども、キラー L に変わって、まあ、進化と神化組み合わせた感じになるんじゃないかなと予想します。最近はかなり水属性のワープ魔法陣枠増えてるんで、すごく怪しいところなんですけども、神化の回復とかもね、組み合わさってもらったら結構強くなるんじゃないかなと思ってます。最近本当に運営さん魔族大嫌いですからね、魔族キラー L になるんじゃないかなと思ってます。ラストなんですけども、今回はアンソニー D を予想します。で、こちらもね、一応エメラルド枠としてくくってるんですけども、エメラルドはそもそも進化神化の状態では魔王キラー L をもらってたんですけども、キラーが M に変わったんですよね。なのでこのキャラも進化と神化組み合わさってトリプルアンチに変わって、キラーの投球を下げてくるんじゃないかなっていう予想で、今回はアンソニー D にしました。はい、そんな感じで今回は一応順番通り予想していこうかなと思うんですけども、まず第一予想がティーチ、第二予想がアンソニー D、 第三予想がエリザベスでいこうかなと思っております。もし何かしらこのキャラたちが来たら、この法則性がちょっとはかすってるものだと思うんで、とりあえずこの上げた3体の中で1体来てくれたらちょっと嬉しいなと思っております。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録の方もお願いいたします。それではバイバイ。